マルシェ応援隊長のかかずえりです。さあ、この動画はですね、生産者の方をゲストにお呼びいたしまして、旬の食材を使ったお料理をご紹介していきますよ。いつもはですね、スタジオからお届けしているんですが、見てください、この景色最高でしょねえ、楽しみですよ。はい、それでは早速ゲストをお呼びいたしましょう。この方です、どうぞ。糸満市から参りました、徳本農園の徳本です。よろしくお願いします。はい、徳本さん、続いて、はい、元部牧場の坂口と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、園芸ファーム中村の中村と言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、もう皆さんそれぞれお持ちになっていますけれども、旬の野菜をお持ちしました。はい、そしてこちらは、はい、沖縄県産黒毛和牛元部牛のモモステーキと切り落としの方をお持ちしました。来ました、モトビ牛、そして黒毛和牛ですか、はい、めっちゃいい贅沢。はい、そしてこちらは、はい、私の方は平飼い卵と、トウモロコシとズッキーニになります。あ、いいね、トウモロコシもめちゃめちゃいい色してますね。はい、ありがとうございます。すべて県産品ですからね。はい、じゃあこちらの食材を使ってお料理を今日はやっていこうと思います。はい、さあ、それでは最初の料理作っていきましょう。徳本さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、何から作りますか。今日はキャンプといえば、まあ、こういったスキレット、はい、これでシンプルにアヒージョといってみましょう。アヒージョ、最高ですね。はい、いいですね。そうですね、まず大きいこの茎は少し落としましょう。よいしょ。今ブロッコリー時期ですか。今が一番美味しい旬ですね。旬ですね。はい、沖縄のブロッコリーはだいたい、まあ、早い方で11月、だいたい4月頃まで、収穫できるんですけど、やっぱり寒さ、あったかさがあるこの時期が一番美味しいです。身も締まってて、はい、カットせず割る、はい、割るスタイルですね。そうですね。もうたっぷりと、もうちょっと先にニンニクから入れていくんですね。そうですね。はい、うん、適当に、はいはい。で、今回はこの旬のカリフローレも、はい、カリフローレ、はい、おしゃれ。カリフローレ、めちゃめちゃ綺麗ですね。普通のカリフラワーがちょっとこう軸が長くなった品種なんですよ。はい、うん、いですね。はい、で、私の場合はもう少し、まあ、一般的なカリフローレよりもあと1日置いて伸びると緑色に光を受けて発色していくんですよ。これに出た方が可愛いなって言われて。はい、さすが徳本さん、ちょっとよそとのこだわりがそこです。いや、でもここネオスアウトドアパーク南城は来たことありますか。あ、実はあるんです、うんうん、まあ、釣りに来たりこの砂浜で遊んだり、はい、すごい、とってもロケーションいいですしね。最高なロケーションですよね、本当にね。ほとんどの農具を貸し出しされてるってことだったんで、はい、最高、はい、キャンプ初心者の方でもだからね、参加しやすいですよね、こちらだとね。そう言ってる間にいい焦げ目もついてきて、はい、仕上がってまいりましたね。はい、今日はこのミニトマトも、あ、トマト、はい、あ、彩りが豊かですよ、これまた素敵ですね。あ、いいんじゃないですか。いいと思います。できました。できました。旬のブロッコリーとカリフローレのアヒージョ完成です。はい、はい、それではあち高校のアヒージョもうすぐにいただきたいと思います。さあ、こちらのお塩が伊江島のミーグルマッシュ、めちゃめちゃ美味しい。美味しいみたいですね、うん、超まろやかで、はい、いただきます。うん、うまい。おいしい。これですよね。うわ、ブロッコリーめちゃめちゃいい。十分でしょ。もうね、ブロッコリーの旨味がしっかり出てますね。これはいい。ビールが欲しいな。持ってきました。え、石垣島からクラフトビールを持ってきました。お二人はお名前聞いていいですか。はい、チュラマルシェのはるちゃん、めぐちゃんです。はるちゃん、めぐちゃん、はい、初出演よろしくお願いします。はい、ビールを持ってきてくださったんですね。はい、持ってきました。なんと4種類味が変わってます。こっちは三冠味のクラフトビールとコーヒーの味のクラフトビールです。こっちはシークワーサーの味と
リリコイのクラフトビールをお持ちしました。スキンさんの食材で作ってます。すごい。コーヒーで飲んでみようかな。はい、はい、いただきます。乾杯。乾杯。すごい、面白い。びっくりする。え、コーヒーとビールって合うの？合う、合う。めっちゃ美味しいですね。これ、飲んでる最中が単感です。後からビールが来る感じ。泡立ってる感じが。もう、あとはビールです。こっちもシークワサーの味が最初に来て、本当にビールのシュッてきた感じが。一回もビール、レイコイの味もして、ちゃんとビールのすっきりさも味わえて、めちゃめちゃ美味しいです。これまた面白いビール。はい、いやー楽しいですね今日ね。この後は楽しんでいきましょうね。さあここからは中村さんと坂口さんにも参加していただいてお料理作っていきたいと思います。はい、はい、何を作りますか？今日3人いるんで、うんうん、まあこのコラボ、はい、スペシャルサンドイッチを作っていきたいと思います。あ、いいですね。スペシャルサンドイッチ、テンション上げていきましょうか。お友達とかなんですか？飲み仲間です。あ、飲み仲間なんですね。じゃあ、まずはこっち、うん、きます。はい、あー、いい。今日、抜群の鮮度のやつ持ってきたよ、はい、めちゃくちゃ本当だ。黄身の色も綺麗な色してますね。え、中村さんのこちらの卵の特徴って何ですか？こちら飼い方にちょっとこだわりを持ってまして、一般的な鶏というのはケージがいてっていう檻の中に飼われてるんですけど、僕らは平飼いって言って、はい、要は土の上を、まあ、走り回りながら自由に そういう飼い方してますん で、はい、で卵を作る鶏自体のまず健康を考えて、うんうん、鶏が健康であればいい卵を産んでくれるんじゃないかなって感じで鶏を飼ってます。あ、平飼いでね、はい、ってことはストレスフリーですよね。絶対ストレスフリーですよ。かっこいい。いや、めちゃくちゃいいじゃないですか。はい、坂口さんの、はい、お肉をこう今揉み込んでいますよ。こうお肉どの部分になるんですか？牛肉は。切り落としなので、まあ、はい、いろんな部位はあるんですけども、まあ、元部牛はそのオリオンビールのビールカスを。そうでしたね。いうことですね。はい、してますよ。発酵させたやつを餌をですね与えてるので、まあ、美味しい甘くてっていうお肉になってます。はい、ですか。甘みが増すんですかね。甘み増しますね。はい、あー、めっちゃ美味しそう。いいっすね。あ、いや、すごい。来てる来てる来てる。来たよこれ。来たー。はいよ。あー、どうですかどうですか。すごい、やっぱこのタレのね香りがすごくねいいんですよね。いや、いい。自宅でやるときは焼肉のタレでも、OK、そうですね。はい、パンも焼いてきます。はい、うん、久米島のね美味しいガーリックオリーブオイルですから。これうまいんですよ。パンの中に塗るんですね。さーっと塗ってって少し焼き目がついてカリッとしてたら OK です。きた、やった。いい感じ。いいっすね。これいいよね。うちで採れたケールを。ケール、はい、もう手でいっちゃいますね。人参をつま切りにしたピクルス。ピクルス、はい、こちらも徳本さんが。これそうなんです、うちで作ってたんです。ありがとうございます。やっぱりバンズにはピクルスでしょ。さらに来ましたね、元部牛のお肉を。アウトドアといえば肉。はい、はい、こちら中村さんの卵、はい、ゆかり卵でした。はい、ゆかり卵ですよ。あともうお好みで、はい、まあ、キャベツを入れたり入れなかったりで、ね、はい、はい、ではこれでサンドイッチ完成です。ではいただきます。いただきます。うまい、うまい、おいしい。本気でうまいやつですよ。本気でうまいやつ。お店に出せるやつ。うん、元部牛もすごい柔らかくておいしい。あります。やっぱり もみだれめちゃくちゃ効いてますね、うん、香ばしいですし、卵もめちゃくちゃまろやかで合ってる。これどうしよう、本当にうまいな。マジでおいしい。笑っちゃうよ。うわ、最高なコラボだこれ。これでなんかもう今日大成功みたいな感じですけど、うんうん、醍醐味もう一個残ってますよ。バーベキューって言ったらやっぱり肉串焼き、うん、串に刺したお肉野菜、これが一番の楽しみじゃないですか。はい、それこう行きたいですよ。あ、行けた行けた。はい、続いては串焼きやっていきましょうかね。はい、その前にトウモロコシを生で食べてほしいんです。
え、生で食べるんですか？いいですか？はい、いいですか？初めての。フレッシュ。これは体験ですよ。めっちゃ綺麗だよ、粒がめっちゃ一つ一つ綺麗。はい、ではいただきます。うん、いい音。うん、うん、うん、おいしい。あ、すごい。甘いっすよね。甘い。な、生？はい、生です。これだけでもう十分美味しいです。美味しいです。なんで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 こんな生で食べるんですか？これはあの鮮度がいい。取れたてこんなに美味しいんだ。私が食べた中で今一番美味しいトウモロコシ。ありがとうございます。じゃあまずは何からいきましょうか？やっぱり肉ですよね。はい、これ今回もとぶ牛さん頑張っていただきました。どちらの部位になるんですか？こちらは沖縄県産黒毛和牛もとぶ牛の内ももになります。あ、いいね。内ももって特徴的なのは何でしょうか？ももなので赤身の肉なんですけども、はい、いい刺し気が入ってて美味しいんですね。あ、本当な、刺しがいい感じ。うん、見てください、わかります？こうお肉の柔らかさも伝わりますよね。あ、さっと切りましたよ。わ、見てほら、綺麗。断面もめちゃくちゃ綺麗です。やっぱ違うな。伊江島のね、ミーグルマッシュ、はい、こちらのお塩を振っていきます。あ、振りすぎたかな。でも大丈夫か。うん、大丈夫です ね、 いいですね。はい、サイコロステーキの場合だと、はい、この下と接する面が多いので、うんうんうん、ちょっと強めに振った方が。あ、なるほどね。はい、はいはい、あ、いい感じ。じゃあこれを串で刺していきます。こういうことか。はい、はい、いい感じじゃないですか。おいしそう。やったぜ。はい、でこれを焼いていきますね。はい、焼きましょう。よいしょよいしょ、はい、よいしょ、はい、はい、みんなで一緒に、はい、よいしょ、よいしょ。あ、めっちゃいい焼き具合と思いました。いや、いいな、いいな、これいいね。わー、いい感じに焼けてきたよ。おっとっと、おっと、落とさないように。よいしょ、できた。焼けた。焼けました。いい感じです。さあ、ここからは全員集合してみんなで試食していきましょう。イエーイ、イエーイ。うわー、もう見て、絵に描いたようなお料理が並んでますよ。肉、いやだー。いやー、串焼き食べたい。私もいただきます。いただきます。うん、肉外さないな。お肉柔らかいし、脂が乗ってる。ありがとうございます。うん、うん、いや、美味しい。相性いいっすね、ズッキーニと肉。うん、美味しい。本当だ、ズッキーニもいいですね。うん、甘い。うん、甘い。トウモロコシ甘い。幸せだな。ビールがあって、美味しいバーベキューがあって、うん、最高ですね。時間は本当チルアウトの時間ですよ。いや、もう今日本当天気に恵まれたじゃないですか。ですよね。もうサンセットとかも最高ですよ。いや、美味しいです。やっぱこうやって、もうもちろん食材のやっぱ質が高いじゃないですか。もう野菜も新鮮ですし、お肉もめちゃくちゃ脂乗ってて、いや、めちゃくちゃいい。これが沖縄の、うん、まあ生産者の本気なんですよ。そうですね。で、ここにあるもうお飲み物からもうお料理すべての食材は、はい、行きましょうか。チュラマルシェで販売しています。はい、もうこちらからここにあるものはね、パン以外はもうすべて購入できますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。こっちだよ。はい、みんなで一緒に。うちなむんのマーさんとうむいをお届け。せーの、チュラマルシェ。